今回はねテレビ版の「サザエさんの第2弾」の第2作目をねご紹介したいと思うんですけれども、ね、前回まで元祖テレビ版の高杉太子さん版を2回にわたたってご紹介しましま、ね、今回ご紹介するのは、まあ、昭和40年前後に記憶がある方であればですな、ほとんどの人が知ってるんじゃないかっていうくらいの人気番組だった「エリチエミさん版の『サザエさん』でございます。 これはね私も見てますただし再放送でしたけどね昭和45年4 3四年か昭和4 3四年頃の再放送だと思いますけれどもまあ見てますまあそれについてね、まあ、軽くですけど語っていきたいと思うんですけれどもそもそもエリチーメさんっていうのは映画のサザエさんをやっていたんですよそのエリチーメさん主演の映画のサザエさんっていうのは まさにこの TBS 当時 KR テレビと言ってましたけどもその KR が高杉さん番のね『サザエさん』を放送している最中でしたまだテレビで『高杉さん番』が放映されている最中に東宝が映画化したんですね『サザエさんを』を昭和31年のことですでその時の主演がエリチー美さんだったんですよでこれがもう割と大人気だったみたいでね非常に受けたみたいで 何度も映画化されてんですね、まあ、昭和36年まで全部で10作作られてるようですけれどもね、まあ、そのぐらいの人気作品だったわけです。でその映画の方が一段落ついた時にですかね TBS 側がなんかそれをドラマ化したいっていうふうに申し入れたそうですね。そもそももささんはさんは TBS でちょっとっとていう お手伝いさんを主役としたあ主人公としたそういうドラマを作ってましたコメディドラマですねどちらかというとコメディー寄りのドラマですやっぱりだから、まあ「サザエさん」に近い感じのドラマを千恵美さんは TBS ですでにやってましたでそのサキコさんちょっともまあまあ人気番組だったと思いますホームドラマですけどもね結構人気番組だったと思いますでそちらの方が終わった後なんですかねそれともうーん映画の あとにちえみさんにお願いしていてそれがダメなんですサキコさんになったのかそこら辺細かいところは今になるともうわからないんですけれどもとにかく TBS 側とするとかなり前の段階から実際にサザエさんが放送される結構前の段階からちえみさんにサザエさんできませんかってことはお願いしてたらしいのね多分まあサキさんちょっとが終わった後だと思いますけれどもでちえみさんとすればもうかたくなにノー、ね、映画はもうとっくにやったことで 今更そういうのをやるっていうのは逆戻りみたいな感じだっていうことだったらしいですけどもねまあその気持ちはわかりますよね。そもそも千恵美さんは喜劇女優ではなくてきちんとした技量のある歌手の方ですからそんなことやる必要はないわけですかそもそもね。で映画の「サザエさん」についてはまあ映画でもありますしいろいろ設定を変えて「サザエさんは歌が好きジャズが好き」みたいな感じでまあ映画の中で歌う場面も たっぷり用意されてたみたいですけどまあテレビドラマだとそういうこともできませんしねちえみさんがわざわざ「サザエさん」をやるコメ,こう、ね、コメディドラマの「サザエさん」をやるっていう理由はあんまりないっていうかむしろやりたくないっていうのはよくわかります。そこで TBS はですね怪獣作としてまずね「ちえみ大いに歌う」という歌番組を企画したんですよ。これは2コー,ールっていうかね半年間 ちえみさんのワンマンマショー的な歌番組ですねで千恵美さんがやりたいようにほぼやりたいようにこう歌いたい歌を歌えるみたいな多分そんな番組だったと思うんですけれどもそれを2クールもう半年間もやったんですね。でその間にちえみさんと打ち解けてで少しずつこう気持ちをねこっち側に寄せてもらおうみたいな感じで懐柔、まあ、していったということのようですよね。でそののの大いに歌うの後番組としてこの テレビ版のエリチエミ版サザエさんが始まるわけでございますそれを報じる読売新聞の記事がこちらですけども昭和40年10月25日の記事ですね実際に放送が始まるのが11月19日ですからまあ1ヶ月まではないですけど3週間くらい前の紹介記事なんですけどもねチエミガサザエさん 長谷川町子原作の人気漫画「サザエさん」がエリチエミの主演でテレビドラマ化されることになった初回は11月19日午後9時から30分間 TBS テレビで放送されるという、まあ、簡単な内容なんですけどこの一本を見た時に世間の人たちはどういうふうに感じたかなと思ってねまあ東方映画で何本もね10本もシリーズでやってましたからああれをテレビで見られるんだって感じでね、まあ、映画を見た人にせよ見てない人にせよ 興味を持った人は非常にちいみ、ね、さんの人気が当時どうだったかっていうとなかなか微妙だとは思いますけれども、まあ、昭和30年代にちいみさん全盛の頃にまあその映画の方でそれも映画も全盛期にサザエさんをやってたと、ね、まあいわゆる力のある番組ですよね。なのでまあ結構目を引いたんじゃないかなと思います。まあ、だか、ね、かから TBS もなり時間をかけて いみさんんを説得したんでしたでょう数年がかりで届いたっていう話もありますからね。で先ほどのはちょっと簡単な一報でしたけどこれはその3日後か10月28日の報道第2報ですね大体いいねこれ TBS の番組でね読売新聞からすると他局ですから、まあ、そういう番組を放送が始まる前に2度も扱うって一報するっていうのは大 <laughs> 報道,報道するっていうのはね2回やってるから2報だよね2報もするっていうのは珍しいっすねあんまないですよだからそれだけやっぱりチームさんのサザエさんっていうのにそれなりの訴求力があったんだと思いますけれどもこちらの方はね「暴れ回るスタジオドラマ『入りチームのサザエさん』ってなって写真入りでね紹介されてますセリフもポンポン日本版ルーシー賞とありますね確かにあのルーシー賞の感じと似てますものね あの似てましたあのエリチーみさんのサザエささんんはねチミの声の感じもそのルーシーの日本版のねあの声の感じとちょっと近いところありましたからねいわゆる何んつうんだろう、まあ、鈴を転がすような声ではないですからねそういう感じの声ではないので、まあ、ちょっと近いところがあって雰囲気は確かに似てますね。加えてチーミさんはその前に TBS でね咲子さんちょっとやってたって言うんでその雰囲気も 引きずっているということで、まあそのルーシー賞と咲子さんちょっとプラスしてようなものになりそうというふうな意見も載ってますねここに。映画でも十本のサザエさんを主演した千恵美さんは、まあその打診の段階では堅くなに拒否してたって言うんだけれども、まあこうやっていざ制作が決まってね取材を受けた時には一年以上は続くようなものにすると張り切ってらしたそうですね。そういうふうに書いてあります。 でこれはスタジオドラマなんですよ、あのー、スタジオの中に四畳半みたいなセットを組んでやってたってねたいねそんな感じでまあ生ではなかったはずですけど VTR ドラマだったんでしょうねだから多分映像残ってないんでしょうね私が幼少の頃に再放送されてましたけど多分その再放送が終わったら消えちゃった消しちゃったんじゃないかな、ね、全然今に至るまで発掘されてないですからただあのオープニングの部分だけは残ってて それがね、昭和50年代初期の TBS の特番でねオープニングフィルムは流されたんですよオープニングは多分フィルムなんですよそこは流されたんですねまさに私が子どもの頃見ていた主題歌のフィルムが流されましたあのコラージュ画像でねちえみさんとかの顔がコラージュ画像で漫画の「サザエさん」の胴体にくっついてて、まあ、二頭身みたいになってる、ね、そういう感じででカツオワカメ 待てって言ってサザエさんがねそのコラージュのサザエさんが追っかけて行ってで生垣のところにカツオっぽいあツルツルの頭があったんでサザエさんがね持って手に持ってたほうきでポカってやったら全然関係ないおじいさんであーら私としたことがお恥ずかしいおほ,ほほほほほほって顔真っ赤にして、ねね、そういうふうなオープニングでした。 文字文字真っ赤な「もじもじ真っ赤な」「サザエさん」って割るんだよね。でこの記事に1回目の収録の時のね様子が書いてありますけれども「千恵美のサザエ」と「吉原正利」ってお読みするのかなのカツオが追っかけっこする。 セットの居間を抜けて廊下そして玄関まですごいスピードで2人が走るとカメラはそれをずっと追いかけて動き回るってあるけどまあそんな感じでしたよね本当にだからそのオープニングがそもそもそういうオープニングだったんですよ「カツオワカメ待って」ってカツオとワカメがなんか円卓の上にあるお菓子かかかななんんつまみ食いしてたんかな、ね、それをサザエさんがほうき持って追っかけるっていう。 そういうオープニングなんだけどまあ、それ第1回ですからそのオープニングを引きずった演出になってるんでしょうね多分ねでカツオが逃げてイリチミさんのサザエさんがまあ、追っかけてってそのすごいスピードで走り合ってるのをカメラも追っかけていくみたいなそんなことが書いてありますね